言ってたら、もう一人いるから。しばしばれ。今日この会場には来てないみたいだから、5月4日横浜舞台もあるし、その時にはきっと会場に来てくれると思います。ですね、正直7年後輩に、まあ、こんなね手こずるとは思わなかったので、ましてやドローになってしまったなんていうのはちょっとあれなんですけど、まあ、それほど優香ちゃんの思いが強かったのかなとは思います。やっぱなんかアイスリボンの人ってその明確な目標というか目指すところがある人っていうのは強いなって感じました。いや、ここまで粘れるとは思ってなかったです、はい、でもやっぱり先輩の選手と戦うと最初の方は捕まってしまって、なかなか自分の流れに持っていくことができなくて、でその蓄積がだんだん積み重ねていってボコボコにされて、最後がもう本当に今日はまぐれのドローだと思うんですけど、まぐれでもドローはドローなので、大畑さんと20分ドローっていうのはものすごいことだと思うので、
これを糧に横浜分隊のメインに向けて頑張っていきたいと思います。さあ今年は2016年は優香大改造計画をしているので、去年欠場してしまった分、今年はそれを100倍返しに優香大改造計画をして上に行きたいと思います。そのためにはこれから負けることは許されないので、今日はドローという結果になってしまったんですけども、自信はついたので、いやこれだけもう終わったんですね。どうしよう、まだ試合も終わったんだ。そんな感じです。